ベルギーのヘンクからフランスのスタッド・ランスへ移籍して2年。日本代表 FW ・伊東純也はリーグアンでもトップクラスのウイングとなっている。チームでは同じ日本代表 FW ・中村啓とも奮闘しており、クラブは今年8月に日本ツアーを実施する。8月3日にヴィッセル・神戸と対戦する予定となっていて、スタッド・ランスにとって2人の日本人アタッカーは特別なのだ。 中でもクラブのジャンピエール・カイヨ会長が絶賛するのが伊藤だ。フランス・フランスブルーのインタビューにて、カイヨ会長は伊藤のことを日本のキリアン・ムバッペと表現している。彼は日本のムバッペだよ。スポーツ店にいれば四方八方に伊藤の名前がある。我々クラブとしては彼が去ることを望んでいない。今回には日本でツアーもするしね。 これはクラブにとっては信じられないほどの発展なんだ。この表現も大げさなものではないだろう。今季の伊藤はリーグアンで第10位となる54回のドリブル成功数。チャンスメイク数はモンペリエ MF テジサバニエ、91回、ブレスト MF ロマンデル・カスティージョ、89回、に次いでリーグ3番目に多い80回を記録している。データはフースコアドより。 全体では3ゴール7アシストの成績を残しており、チャンスメイク数はかなり印象的だ。サイドを縦に突破するスピード、そこからのチャンスメイクはリーグ &DF。